君たちにくれぐれも注意しておきたいことがある。第一に、ここへ来たからには脱走なんてくだらんことは考えない。どうせ逃げられないんだからね。第二に、川田、お前にだけ苦労かけてすまん。遺族会のマーケットができればそれでいいんだ。大尉、貴様今日まで何を知ったんだ。言え、毒院街を作ったのが事実か。お前の知ってる世間というものはもう一昔前のものなんだ。塚田、もし俺が出たら貴様の思いがさせんぞ。なんか前脱獄の手でもらえな。